はい、それではね、後編やっていきましょう。まず S ランク帯からのね、ご紹介です。で、前回ちょっとこちらのね、S ランのね、パンちゃん、これをA ランクのところにね、ちょっと入れ忘れちゃったんですけど、はい、これもね、めちゃくちゃ強いです。これネタ抜きでバトスターで最近めっちゃ使ってて、そう、これね、強いなと思って、これね、A ランクにさせていただきます。はい、さらに細かく言うと、これとかもね、意外と、まあ B プラスぐらいの素質はね、秘めてるかなっていうふうに思いますが、はい、じゃあそれじゃあやっていきましょう。 S ランクですね、いよいよ。まさに環境最強カードで、まず降臨するベジットブルー、はい、こちらね、今回は S とさせていただきました。めちゃくちゃ強い、これはめちゃくちゃ強い。まあベジットブルーに関しては、自分ね、用途としてこの戦闘力と当たるダメージ半減のね、用途でかなり使ってるんですけど、まあオゾットとかともね、すごい相性が良くって、まあ先行取れればエナジー全部破壊できるんで、これも強いですよね。で、あとはパワーと戦闘力6倍も無難な強さで、まあ未だね、色褪せぬ、強さなのかなと思います。そしてイラストがめちゃめちゃかっこいい。ちなみにこれはね、再録が決まっていますので、プレ版商品3月ぐらい、2月下旬から3月に届くと思うので、その中の、パックね、悟空ベジータトランクスボックスの、ね、パックの中にね、まあもしかしたら入ってるかもしれないですね、ドラマティックバージョンね、はい、買った方はもうね、もう大勝利という感じで。で、ゴレン、はい、これもね、今回 S ランクとさせていただきました。まあゴレンに関しては正直ね、どの環境でも強くて、落ちたことがマジでない。うん、でその理由とかもいろいろあるんですけど、まず大前提として、こいつは固定ダメージを無効化できるとね、いう唯一無二のスペックをね、持ってますので、まずここがね、めちゃめちゃ評価上がってる、要点ですね。で、あとはガード無視されていると、まあパワーはその的に1にできるんでね、まあベニカメン対策ができるんで、まずこいつがもし環境から消えたら、ベニカメンがもう猛威を振りまぐってしょうがないとね。てかもう固定と貫通どっちもね、どの環境でも強いんで、まず落ちることはないと思います。これは本当に強い。はい、で値段もそこまでね、まだ高くないので、うん、まマジでお買い得だと思いますね。でヒルデガン、はい、これ最近の自分の一軍デッキに入ってます。はい、めちゃくちゃ強いですヒルデガン。はい、で調査機ピッコロ、うん、まあ言うことないですね、ピッコロに関しても。はい、さっきの調査機悟空のね、上位互換です。でクラ、はい、クラもね、今回 S ランクにさせてもらってます。はい、まあ、無難に強いっすよね、こいつも本当に。なんかね、もうクーラーとかもね、うん、なかなかやっぱり、まあ、落ちるってことないんじゃないですかね。まあ、HP4000 もね、うん、めちゃめちゃスペック高いですし、うん、まずアビリティがね、ぶっ飛んでるんでね、こいつはね。なんだ、10倍とね、超ダウンって。で、5000クス。はい、これは UGM 8段環境からね、環境に上がってきたカードなんですけども、マジで先行、ね、いつの時代にも強しというところで、はい、トランクス未来もまず、ね、追っておいて、損はないでしょう。あ、これもちなみに再録決まってるんでね、はい、3月あたりで、まあ、ワンチャン値段下がるかもしれないです。で、ブロバベジータ。はい、こいつはね、見破った戦法とブロックバースト、持ってますので、今回のカード組の悟空ね、まだ自分そのカード組はね、今現在の12月10日の、段階では買ってないんですけど、まあ、あれでも全然 OK です。であと昔に出た BM の11段のね、レアの悟空でも代用は OK かなと思いますが、やはりこのベジータが一番ね、 HP が高いという点が優秀です。で、英雄悟空、はい、これね、ちょっと意外って思った方もね、いるかもしれないですけど、英雄悟空もね、最近ね、一軍で使ってます。はい、強みとしてはガードと軽減効果の後からの上乗せ、これがね、ベジットブルー、まあゴジェットですね、あれのガード位置に、ね、対抗できるという、ね、点だったり、まあチルドのガード位置もそうですよね、うん、そこら辺軒並みね、後からガードを上乗せするので、まあ、3000といえどめちゃめちゃでかいです、この3000が。あとは軽減も高い、ね、30% っていう風に、まあ、ゴッドとかにもね、上乗せしたりとかしてめちゃめちゃ硬くなるし、チェンジすると HP1 マップでしょ、無類の強さで。これね、ちょっとこれ自分のね、秘密兵器なんですけど、転送悟空、こいつはですね、まあこのデッキがね、実はめちゃくちゃ強いんですけど、まあまず1枚出した時に固定ダメージをこれ無効化できます。さらに受けるダメージが激減、うん、めちゃめちゃ強いですよね。で、転送でね、めちゃくちゃ火力が出せるとか、まあいろいろとね、強みのあるカードで、最近のね、自分の推し面となっております。はい、で、飴玉ベジット、はい、飴玉はまあ、うん、これも言うことないかな、うん、めちゃくちゃ使いやすいです。で、ロゼ3、はい、これはまあチルドとかのね、使う人がかなり多いと思います。
で、ヨッシャーベジット、パワー4倍。このベジットに関しては、ちなみにバトスター以外でも、ミッションモードではね、もう本当に必須のカードで、まあ大体ワンキル周回するときにはもう使えるし、U字上げだったりとかも幅広い用途で使えますので、これも本当にお買い得な1枚です。値段もね、すごいコスパがいい。で、流星対策、孫悟飯 SH、ビーストご飯です。はい、こちら今回 S ランクとさせていただきました。で、シャロット。はい、たまにね、荒ぶるシャロット対戦なんですけども、まあ、5000クスがやや減っているので、かなり刺さる、カードですよね、こちら。はい、火力もね、出せて、記録回復もね、作戦決定前か、1ラウンド目の、っていうことですごい強いんですけど、このカードをミッションでも持っていけますね。で、あとは、オゾットもね、対策で、これの2ラウンド目バージョンが出たら、多分相当荒ぶると思います。ブルーシャロットとかね。で、国威の戦士と国威の未来戦士です。はい、これも今回 S ランクです。はい、これは前回と変わらずかな。ワンチャンワンランク落ちたかもしれないけど、まあそうですね、まあクリリンが出てからちょっと使わなくなっていたかもしれない。で、赤き仮面のサイヤ人、はい、これはね、サイヤ男とか使ってれば、まあ正直ぶっ壊れ、もうゴッドランク級の強さなんですけども、まあ全般で見たら、まあ S ランクが妥当なのかなと思いまして、はい、貫通のね、3人貫通のね、こちらはこのランクになっております。はい、で、これがね、ちょっととね、まあショックな人も多いんじゃないですかね。まあアイオスと天使メジット、はい、これね、まあゴッドランクからね、だいぶ落ちましたが、はい、まあ、今回は今一応 S ランクと、正直ね、自分もあんま使ってないかな。使えば強いんですけど、あ、ちなみに S ランクでもね、十分強いんですよ。なんだけど、全盛期の強さからしたら多分相当落ちたかなって感じです。はい、でたまに使えるね、アイオス の時間手にと、まあ、悪くないんですけどね、本当に。あとはピン刺しが強いです、アイオスは。そして、S ランクの最後、悟空3、はい、降臨するスーパーサイズ3の悟空を S にさせていただきました。はい、これも最近の、ね、1軍デッキで使ってます。悟空3の強みとしては、やはり触るだけでガードもこう、これがね、連携全員にかかりますので、もちろんゴッドのね、高ガードも打ち破りますし、ゴッド以外でもね、全体的に、ね、刺さる。で、これガード位置とかとの違いとして、ね、これすごい思ったのは、運要素が絡むじゃん。だから相手からしてもこれ、対応難しくて、ガード位置になるキャラクター分かってんだったらいいんだけど、これさ、連携にどこかに飛んでくから、ね、バトルの途中とかにガード無効にされるんですよね。だからそれってすごい対応がね、難しいなっていう風に思いました。で、相方としてはヒットベジータです。はい、この悟空3使うときは絶対にね、ヒットベジータがおすすめで、これ2枚使うと、もう相手ね、常時貫通状態みたいな感じになるんで、ゴッドはまあ1コロですね。で、あとは、悟空なんで、さっきのダブル国技とも相性が良く、パワーとダメージ4倍、まあこれもね、無難に強いです。で、戦闘力を半分にする効果もね、ありますので、まあまあまあ、いろいろできてね、イラストもね、最高だね、悟空3を S ランクの最後にご紹介させていただきました。はい、で、こちらがね、S プラスランクのね、カードたちなんですが、量で言うとこれぐらいです。はい。まあ、ここからだいぶ少なくなりますね。まあ、S とか A とかはね、すごい多かったと思うんですけど、基本的にね、まあ、ここから先はもう選ばれたね、勇者たちみたいな感じのカードなんで、まあ、だいぶ少なくなってます。はい、まずはね、指一本で十分、カチカチゴジータ。はい、これめちゃくちゃ強いっすよね。これさ、まあ、軽減無効、まあ、こいつだよね。ベジータとかベニカ面環境で戦える強さはね、本当に素晴らしいと思いました。で、エナジーを2個奪う効果とパワー5000吸収がめちゃくちゃ強いですね。まず、まあ、気絶しないのもね、いいんですけども、このね、2つがついている、ということで、まあ、守るだけじゃなくって、まあ、妨害ができる。で、ブロックバーストに徹することもできるんで、これがね、最近めっちゃ強いなって思ってる。ちなみに100倍ビッグバンカメハメハ係数が、11? 10の上のさ、11あるんですけど、それに、バーストの倍率の 1.1 倍がかかるんで、まあ、必殺係数で言うと、まあ、12とかになるんですよね。意味わかんない、本当に。まあね、100倍ビッグバンカメハメハもね、パワー吸収してからバーストで打てばね、めっちゃ火力出せますね、こいつ。はい。あと、かっこいいし、まあ、こいつもそんなにはまだ高くないか。で、ベジータね、ヒットベジータは、まあ、S プラスランクで安定かなと思いました。はい、軽減とね、倍増、どっちも消せるね、ヒットベジータ、マジで優秀。もう、これがないと、ちょっと今の環境、戦えないまである。からの、極炎極。はい、極炎極もね、最近すごい使いやすいなって思ってて、
まあ時間っていうのも減ってるし、まあ悟空を消されるパターンがアプリぐらいなんだよね。バトルアプリで消されたりとか、まあ海洋神アバターの アビリティでね、火消しされたりとかはあるけど、ぐらいじゃない。で、これ使うときにおすすめなのが、ちょっとこの後に紹介する、ゴジータ BM。ね、これの対策でゴレンを一緒に入れるのよ。要は、ゴジビムが、なんだっけ、倍増効果下がってるキャラクターが固定つくじゃん。だから、固定ダメージをゴレンで消すのよ。ってやると、めちゃくちゃ強いです、これ。からの、バイバイ悟空ですね。はい、これ唯一無二の、バイバイ悟空さん。これはもうね、真似できるカードがいないです、本当に。フューとかもね、いるけど、フュー少年期で条件付きなんで、まあ、アタッカーに出すだけでね、敵チーム全員のカードアクション、タッチアクションを封印し、パワーも手にできる。この悟空で抜群に強いですね。で、ゴジット対策で倍増無効とか一緒に入れとくと、さらに良しです。もしくはこれ。こんな感じで使うとね、まあ、倍増、ゴジットさえ、ゴジットパイセンで3倍されても、ね、10分の1できるんで、まあまあまあ、なんとかなっちゃうというね、まあ、大体の状況をね、抑えられてしまう場合、バイバイ。はい。サイヤ男戦でも大活躍と。からの、クリリン。はい、もう、ゴッドクリリンって呼んでますね、こいつはもう。もう神の、ね、ごとき強さ。はい、ゴッドクリリンさん。こちら、作戦決定時のね、記録全回復がめちゃくちゃ強くて、これはね、スーパーサイジンゴッドの悟空の相方ですごい強くて、まあ、流星ともね、相性がいい。という点で、ね、すごーくね、評価が上がってます。はい。もう、これもね、ほんと手放せない。で、体力も3700でめちゃくちゃ高い。激闘の絆、これもね、油断してると火力1万ぐらい持ってくんでね、こいつ。本当に素晴らしい。はい。で、ロゼブラック。はい。今回ロゼブラック S ランク、S プラスランクですね。はい。そう、もう S プラスってもうね、まあ、ゴッドの手前じゃん。ゴッドランクの手前じゃん。で、まあ、本当に環境の上位層なんですけど、まあ、こいつはね、もう本当にね、その通りだなというか、それを絵に描いたような強さしてて、まず、このランク帯のカードって、悟空が多いんですよ。さっきもね、何人か悟空いたと思うんですけど、この後にも出てきますよ。ね、悟空をね、全部対策できるっていうのはもう反則だね。さらに、ロゼブラック自身、かなりのハイスペックで、ね、HP7300、パワー8500、7500のガード、ね、めちゃくちゃステータスが高く、バーストでね、軽減効果下げられたりだとか、エナジー4のね、必殺技もいいですね、こちらね。最初が9号波っていうのが、やっぱエナジーをね、低くしているゆえんです。で、アダマナと地で、こちらね、パワー吸収だったり、エナジー奪ったり、いろいろできるんですけども、まあ、5倍ダメージも無駄に強いですね。火力がすごーく出ます。で、ゴジータ BM。はい。現環境の最強復活対策キャラクター。はい、ゴジータ BM です。で、ゴジビムはまあ、転送でね、復活チャンスを永続で封印できるっていう点で、まあ、こちらもね、なかなか真似できるカードがもう、少ない。少ないっていうかもう、いないですね。うん。永続で復活封じって本当にね、まあ、マルカリータぐらいしかできない。で、すべてを超越する合体戦士で、まあ、極限対策。まあ、ダメージがね、倍増効果下がってるキャラクターがプラス1000ダメージ、さらに CI 勝利時プラス2000で最大3000固定が、与えられます。これ自分チーム全員にかかるんでね、恐ろしい火力が出せます。で、戦闘力が4000上がる方も非常に強いです。これもね、なんかおまけ程度なんですけども、あるとないとでは全然違いますね。で、ラスト、S プラスランクのラストは、こちら魔人オゾットにさせていただきました。はい。こちらね、まあなかなか賛否両論あるキャラクターだとは思うんですけども、うん。まあカード化されてみてもね、環境で実際に、まあ、猛威振るってみてもね、わかる通り、本当に強いですね。はい。HP も4100、めちゃくちゃ高い。イグナイトビジョン、グラスバットビジョンエナジー3個で打てます。ここもなかなかね、自分的には評価高いのかなと思ってます。で、リフレクトがたまにね、めっちゃダメージ出たりだとか、うん、まあ、なんといっても戦闘力制御をね、一括でまくれてしまうのは本当に反則的なね、強さだなと思いました。これのせいで本当ガンマ2号が死んでるので、マジでひどい強さだなっていう。で、オゾットに関しては、記録大幅ダウンと記録消費の戦闘力上昇率半減がこれ2ラウンド目で永続でかかるんですけども、こちらも非常に無駄がない。とにかく妨害、いやらしいね、いやらしい妨害をね、かけてくるオゾットさん。こちらはね、今後もね、もしかしたらゴッドランク帯に上がっていくかもしれないね。そんな性能、スペックを秘めているのかなというふうに思いました。はい。ついにね、ゴッドランクのカードのご紹介です。まず1枚目はこちら、スーパーサイヤ人ゴッド孫悟空です。こちら前回の S プラスランクで、1ランク上がりました。で、その理由とかもいろいろあるんですけど、まずね、お供が強すぎるんですよ。もうゴッドのね、サブパーツ
まあパートナーたちがね本当に強すぎる。でその代表例がやはりこいつ、流星、本当に止まらない強さね、流星悟空、これがねもうぶっちぎりで強すぎるという、なんでこんなカードを出してしまったんだ公式。そしてあのいかなる対策カードを出してもね、まあ、今回分かる通りゴッドランクじゃないですかね。どんなに対策出てもゴッドなんですよ。うん、恐ろしくないこれね。マジでね、まあ異常です、流星の強さは。でゴッドも異常です。こいつはね、攻撃を受けるたびにねダメージ軽減が上がっていくという効果を持ってて、チェンジでもね軽減が上がるんで、まあ半減の半減半減半減という風にダメージがどんどんね減っていく。さらに攻撃を受けるたびにエナジーが上がったりだとか、まあパワーとガード4倍も何気に強かったりとかで、もう本当にもう無駄がね一切ない、そんな感じの1枚です。でちなみにこのゴッドの相方としてはやはり先ほどのですね、クリリン、はい、こちらのねクリリンがあの本当にねベストパートナーで、まあこうやって使うと、まあねクリリンでパワーとガードをプラス5000した後にねチェンジで4倍できるのも強いですし、まあここもすごい足です、ダブルコピー。これでもね未来戦士パワーガード上げてくれるんで、そこからの4倍も強い、そして国営の戦士で記録体制上げるのも強いみたいな感じでですね、もう本当に探せばキリがないんですよ。ゴレンもね相性いいし、本当に探したらキリがない。でブロバベジータとかもいいと思うんだよね、こいつもね、あの固定止められたりだとかね、まあ、倍増消せるのもね強いし、あこれもいいよね。だね、こうやって見てもらったら分かる通りね、相方があまりにも多すぎるんですよ。でその対策がこれなのかなと思ってて、そうブラックロゼ絶対にアタッカー出てくるからね、ゴッド悟空のデッキはね、まあ、ブラックロゼでね一気にエナジー奪うのがね強いのかなと思いました。まあ、その後にエナジー上げられたらね、あの本末転倒なんですけど、まあ、そこはうまくさばいてねではい失礼しました。まあゴッドがね今回のゴッドランクです。で流星悟空も、はい、言うことないですね。最強の防御カード流星悟空は本当に文句ないと思います。こちらもうベニカ面もねもちろん対策できててそこも強いんですけども、やはりね、まあ、全部もうほとんど全てのヒーローズのカードも対策と言っても過言ではないですね、こいつ の強さは。はい、まあここで組ませられるとねもうマジで太刀打ちができないレベル強いです。はい、でチルド、はい、今回のゴッドランクチルドです。まあこれもいろんないでしょう。チルドはゴッドランクでありながらも値段がまあ3000円台というね非常にね悲しいことになってるんですけど、今回のゴッドランク4枚あってその中で一番レートがね安いというかぶっちぎりに、安いカードですね。なんでこんな安いのかね本当にわからないレベルで安いんで、こいつはマジでお買い得だと思います。はい、今のうちにね絶対に買っておいた方がいい、1枚です。で、ゴッドランクの最後のね、カードなんですけど、あのですねこれはちょっと落としました、自分的に。次のカードと比較すると、まあ、ちょっと劣るのかなと思って、ゴッドランクが適切かなと思いましたね。はい、こちら、スーパーベジット&ゴテンクス3、ベジクス、はい、こちらをですね、今回ねゴッドランクを最後にさせてもらいました。はい、こちらなんですけど、まあ別にそのなんだろうな、何かで弱体化したとかそういうわけではないんですけど、まあまあまあ他のねここら辺のカードと強さ比較した時にまあ同じぐらいかなと思って、まあこのランク帯に、させてもらいました今回ね。はい、いやめちゃくちゃ強いですよ本当、こいつがいるとねとりあえず最速にもね、まあ、ほとんどならないですし、まあなんだろう初心者の味方っていうのもね、もちろん、あるんですけども、固定ダメージもね、まあ、最大3万ダメージと。でゴテンクスか、ゴテンクスもね普通に強い、これでね確定で先行取れる盤面はチェンジさせて記録ね全回復狙いに行ってね、まあ、次のラウンドに備えたりとかもねできますし、ゴレンとかで固定が絶対通らないんだったら、まあ、コテンクスに変えちゃってもいいしね、まあいろんなね立ち回りができるのが強いのかなと思います。でエナジーもね8で正直重いんですけど、まあ、ベジットは固定があってゴテンクスは技確定あるんで正直気にならないです。ね、このエナジー8は本当に気にならないので、なんかその点もね非常に素晴らしいなっていうふうに、思いました。はい、なのでね本当にこれも今現在まあレートでかなり高いカードではあるんですけども、まあその値段に見合った、強さはねしているので、まあぜひねクリスマスのね例えばプレゼントとかね考えている方はまあめっちゃいいと思うし、まあ自分へのプレゼントでもいいと思うんだよね。クリスマス、まあ年末までね、まあ今年頑張ったからって言って
買ったりとかお年玉でね買うにはめちゃくちゃね最適な1枚だなっていう風に思ってますので、こちらはねあのノアさん激推しなカードとなっております。はい、お待たせいたしました。いよいよですね、ゴッドプラスランクドラゴンボールヒーローズの最高峰の強さのカードのご紹介となります。はい、こちらね今回1枚です。たったの1枚。はい、ゴッドプラスランクね、なりましたよ。うん、1枚にしようかな、2枚にしようかな、3枚にしようかなあ、もう SS ゴッド流星ゴッドプラスでいいんじゃね、いろいろ考えました。いやでもそれら全てのカードを超越するスペックのカードがいるじゃないか。はい、こちらです。ユージーン8段の SECA ベジット&ゴジータでの通称ゴジット、はい、こちらを今回のゴッドプラスランク最高峰とさせていただきます。あのですね、まあ、言いたいことはわかる、皆さんの言いたいことはわかる、お前何度目だとね、いやこれ何回も見たなと、うん、正直言っていい、今回ね最高峰ゴッドプラスにしたのこれ確かね3回目ですね。あの自分の記憶が正しければ3回目です。で、まあ、前回もね、記憶に新しいね、あの、この2枚。はい。天上天下、ユイが独尊って言って、この2枚をゴッドプラスにしたと思うんだよね。で、今回は、まあ、ベジットがちょっと降板、してね、まあ、ちょっと1個ね、ランクを下げて、で、実質、こいつがまあね、あの、1枚、あの、ゴッドプラスになったわけですけども、それぐらい自分は評価してるカードです。正直言って、まあ、さっきの流星ゴッドとかも怖いですけど、ドラヒで一番警戒しているカードって、もう正直これっすね。うん、これに勝るものはマジでないと思ってるんで、ドラゴンボールヒーローズで、まあ、一番強いカードなんですかって聞かれたら、自分はもう絶対にこれをあげます。でこれねレートにも出てる、はい、今現在のレートもこんな感じでね、レートにももう著しく出てます。もう2万超えるんじゃない、うん、メルカリレートでね。だからショップとかではもう普通に2万円台で飾られるのはあの明白というか、まあ、メルカリよりショップの方が若干ねやっぱその現地で取れるっていうのとか信頼度とか、まあ、高くなるんですけど、まあそれぐらいのカードのねあのレートになってまして、でもうぶっ飛んでるよね本当にね。あのレート流れ方最近ねあの著しいですこいつは。で性能とかもうね説明の余地がないというか、まあ多分もうね動画でね20回ぐらいね説明してると思うんでね、アビリティ多分読んだのもう20回ぐらいだと思うんですけど、まあ一応こんな感じです。はい、ちょっとねもう長い本当に長いね、これアビリティの行数とかもさ、なんか最近やっぱチェンジスイッチか、あチェンジスイッチが主にね3行にねなってますんで、本当に長く感じますねこちらは。うん、でもここの中にね全てが集約されているような印象です。まあゴジットの強いはね、うん、やっぱねあのどっちを取っても最強っていうのと、あのパワーを1にされてもガード1にされてもどっちもきついで、極めつきはやはり、まあ、チルドかな。先ほどね紹介いたしました、チルドとの相性が死ぬほどいいっていうところだよね。でもっと言うと、どのデッキにも合うんですよこいつって。耐久デッキ以外かな、ね、なんか1枚出しとかのデッキ以外であればどのデッキにも入るんですよね。だからちょっと頭悪いデッキ組むとしたら、まあこんな感じっすよ。もうね言ってしまえばもうこれだけでデッキって完成しちゃうんだよねほらこれとさアバターでね7枚じゃんね、まあ、アバター何でもいいと思うのよ、人造エリートでもさサイヤ人でもさ何でもいいと思うんですけど、これだけで正直デッキ完成してんのよもうねなんかこのベジットとかもそうなんだけど、とりあえず入れたら強いみたいなで、そういうカードがやっぱね最強のゆえんなのよ。うん、どのデッキにも合うんだもんこいつってさ。で反則地見てるマジで。ゴッドとか流星はそうじゃないじゃん、ちょっと渋るよね、どのデッキにも入るかって言われたらちょっと渋る。でもこれってさね、何に入れても強いんだよ、ニキルでもさオールラウンダー系でもさどれに入れても強いから、本当に流星ゴッドにゴジチルぶち込んでる人もめっちゃいるし、まあ自分も結構やるんですけど、それで、ね、もう強いを詰め込みましたみたいな感じのデッキ結構やるんですけどね、まあ脳死でデッキ組んでも強いというね。でそこになんかこういうね相方を入れると、まあ普通にバトスターでも勝てちゃうよっていう感じで、まあそういったねデッキの組みやすさだったりも考慮し、全てを加算した時に、こいつはまあねゴッドプラスランクなのかなと思います。はい、ちなみに言うと、はい、こちらね、自分が、まあ、2020年頃に作成したサイトなんですけど、まあ、ノアチャンネルホームページって呼んでて、ここのサイトの1、
これね、多分ずっと見てる人、ずっと見てた方だったらわかると思うんだけど、ずーっとゴジットなんですよね。ずーっと、もう永遠にゴジットにしてて、まあ、これもね、ちょっとアピールしたかったね。こいつが最強だからさ。ね、ずっと1位、不動の1位にね、させてもらってました、実はね。ここがね、動いたことは、もうここ数ヶ月、半年ぐらいの間でないです。このゴジットパイセンが出てからずっと1位にしてます。はい。で、動画でもそうだし、うん。まあ、やっぱそれもね、値段に出てるっていうので、はい。まあ、こいつの強さはね、語り始めたらキリはありませんが、まあ、そんなところですかね。まあ、まず間違いなくね、買っておいた方がいい1枚、ね、手にしておいた方がいい1枚なのかなと、思いまして、こちらのね、ランク帯とさせていただきました。はい、ということで、今回ね、2023年最後の環境最強カード紹介のコーナー、だったんですけども、いかがだったでしょうか。はい、かなりね、今シーズンワトシナやってるので、まあ、参考になるね、動画にはなったんじゃないかなと、ね、思います。はい。でね、ほんとスマホで今回全部撮って、完結させてみたんですけど、まあ、どうだったですかね、どうだったですかね。多分画質とかもね、全然問題ないと思うし、これ内カメなんだけど、意外と綺麗に撮れてるでしょ。ね。なんもさ、加工とかもないんだけど、意外とね、スマホの内カメでも、綺麗に撮れるんで、ワンチャン、これでもいいか、このスタイルでも。まあね、ビデオカメラとかね、使って、こう撮るときとかも、もちろんね、こうやって、あるんですけど、ね、この前旅行の動画とかもね、これで撮ってきたんですけど、まあ、ね、全然画質に問題差し支えがなければ、このスタイルでも全然いいかなっていうふうにはね、思ってます。はい。じゃあね、ということで、次は、まあ、2024年かなにね、また最強カード紹介コーナーね、作りますんで、はい、それもぜひお楽しみに。で、今回紹介したカードの中から、まあ、その中でもおすすめのカードとかもね、またおすすめカード紹介何十戦とかやるから、で、あとはもう年末あたりにね、もうちょっとね、面白い企画あるんで、まあ、そこら辺もぜひお楽しみということで、ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。